さあ始まりました、おねだり上田の音響もありがとうございます。なんかこんなシーンとしてましたっけ。あ、そうなんかタイトルコールしたとこんななんかふってなりましたっけ。いやいやいや全然全然、あ、そうですね、全然なんか俺が気にしすぎなだけです。そうそう全然、え、普通やったんじゃない。なんか今ちょっとどうしたどうした、なんかヒュってなりました。え、あれちゃん、あの引き続き霊ついてんじゃん。違う、大丈夫、引き続きお化けついてる感じ、お化け大丈夫やったいや、まあまあ、あの、まあ大丈夫やったっていうか、まあ病院みたいなことないんで、うん、あ、まあまあまあね、分からへんもんね、ね、まあ、え、なんもないの、あれから。ああ、でもなんか、頭ぼーっとするなと思ってます。なんか、脳揺れるみたいな。え、なんなんそれ。頭ぐわんぐわんするんですよ、なんか何週間か前から。ちょっとあれよ、コメント欄でも心配の声や、なんか一件だけあったやん。この話じゃないけど、そうだそうだ、例の話じゃないけど、はい、あの僕のルーフでなくした話で、そうコメント見つかりましたみたいなとか、そうよ、初コメント、俺みんなにさ、俺あの森戸さんにもさ、上田君にもさ、ちょっとなんかコメントしましょうよって言ったらさ、俺しか書いてへん。あ、あれ豊さんや、俺やで、あれ。そう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 、いやなんか、うん、あの、いや、こんなん言ったらあれですけど、うん、その俺知ってる人なんですね。あ、そうなんや。知ってる人っていうか、お母さん違うわ、違う、歯抜けた、違う違う、歯抜けた、俺の中学の時にエロ本ひったくってきた、違うわ、違う、二人エッチの二人エッチを出た時に違う、あの、うん、まだコンビ組んでた時に、うん、そのお客さんとしてずっと来てくれて、一人になってもこうなんかオカルト系の番組やってるんですけど、なんかそういうのも見てくれたりとかしてるお客さん。いいやんか、もう毎回コメントしてほしいねんけど。毎回はちょっとって。あ、いや、そうやな。話したな、あの、書いてくれた。いや、書いてくれたなってちょっと言いました。ああ、嬉しいやんけど、書いてあげや。書いてあげってさ、あれ。書いて、書いた方がさ、大事じゃないそういうの、YouTube ってさ。そうですね。いや、そうやな、え、なんでなん、なんでなん。いや、ほんま全く何を知らん人とかやったらいいんですけど、うん、こう顔見えると悪態ついてるのもあるんですよ、なんか、あー、なんかいじっちゃうというか、はい、あ、だから知ってる顔やからよこそなんか変なこと言っちゃいそうと思って、あー、だから全く知らん人とかがコメントしてくれたら、まあね、うん、もうそれはもうめちゃめちゃしっぽくていきますよ。いや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 、けどさ、できちゃうやんか、もう一件ついたってなってもさ、無視してさこっちにはコメントしてたらさ、いやでもまあ、かわいそうじゃない。あの、聞いた話によるとそいつドエブなんで。いやいやいや、聞いた話によると、いやいや、そのまあまあまあ、その人にとってはそうかもしれないけどさその見え方的に言うと、まあ、そうですね、よくなかったりもするから、なんか一言ぐらいいいんじゃない、なんか。てか SNS やってる。あ、僕ツイッターだけ稼働させてます。他は？いやー、でも一応インスタとか持ってますけど、うん、ほとんど動かしてないです。あ、SNS やり、シンクロナイズドスイミングやり。なんでやねん、ちょっと待って、びっくりしちゃった今びっくりした、全然ちゃんと突っ込まれへんかったシンクロナイズドスイミング、あ、SNS、 そういうことですやってないです。やってない、やってない。日高さんやってるんですか。俺、インスタ。あー、うん、動かしてます。あー、せやな、まあまあ、ちょいちょいはそのかけっこの子とかは書いたりはする、イベントとかはするけど、はいはい、やっぱけどもうね、昔みたいには無理やんな、うん、ちょっと疲れちゃうっていうか。でもやっぱおっさんやから、うん、そのもう僕ら、うん、SNS の使い方とかって分かんないですよね。まあね、どうするのが正解なんや。いや、まあけどだってさ、インスタとかやったらさ、もうめっちゃ投稿するやん、みんな。あ、まあ、とにかく数を。数、すごい、1日何回とかやで。でも俺ずっと家いますよ。いや、ずっとなんか、今日の、あの、寝室とか。いや、変わらんの。変わることあんまない。今日のご飯、今日のご飯。あ、今日のご飯作ってさ、まあ、毎回のけたりさ。いいんじゃない今日のループタイ。なくなったのよ。もう一個もないのよ。じゃあだから今日の飯とかって載せてる人いますよ。それこそ芸人とかでもやってる人いますか。勝則さんとかやろ。いいよ、それ何とも言えない。何とも言えないです。元こけら落とし。はい。長村直さんでしょ。そう。いや、何とも言えないですけど。うん、あ、もうその名前出しちゃったからもう俺何も言われへん。なんでだ。言いたかった。はい、そのいや、言なんか、あの、勝則さんに対してじゃない。ああ、なるほどね。そう、やってる人に対して。誰かに対してとかじゃなくて、うん、なんかやっぱこう、料理作りました、バーンと乗っける人って、料理上手でしょって言ってるじゃないですか。まあね、まあまあ、それはそれは。なんか、それでは
はちょっとやらしいしなと思っちゃうんですよね。いやけどさ、言っちゃえばどんどん発信していった方がさ、うん、なんかこう繋がったりさ、小原さんみたいなさ、あなんかあのあいいやんかみたいな、今度ラジオ出てよとか。あそうだ、行ってきましたよこの間。ああどうやったん、なんか内容とか。内容ですか、うん、内容は本当だったら前半にこう新仮面ライダー今やってるじゃないですか、うんうん、であの新仮面ライダー見て、その特撮好きで新仮面ライダー見た人と俺あんま喋れてなかったんですよ。ああなるほどね。みんななんかこう引いた感じで、ああそうなみたいな感じで聞くから。まあね、うん、あなたもですよ。いやいや俺別に引いてはないからね。ちゃんと前向きには引いてるね。いやだからまあそれバーって言っても、うん、まあまあまあそうそうなぐらいの感じやと、うん、こうただただ情報量を浴びせて引かせるっていうのに、うん、もう優越の気持ちで行くしかないんですよ。まあね、うん、でもなんか知ってる人と話すからそれがすごい楽しみで、まあ、前半はその話をする予定で、後半はなんかこう、うん、平成ライダーとかの歴史じゃないけど、うん、そのあんなのあったこんなんあった自分はこんなんが好きみたいな話をちょろっとしましょうって言ってたんですけど、うん、その新仮面ライダーの話盛り上がりすぎて結局ぶち抜き1時間新仮面ライダーの話結局ずーっとずーっとそれこそ聞いてる人どうなんやいや俺も思いましたけど、うん、でもまあいいらしいです。ああそうなんや、はい、あそれを求めてる人も多いってことなんや、そのラジオを聞いてくれてる人は、はい、まあまあそうですね。ああなるほどね。お俺も行ってきました。え東京さん。あはいそうだそうだそう東京さんがダンスイベント、そうダンスイベントでのダンスサミット、はい、で森戸さんも一緒に実はいる位置は別なんですけど、僕は審査員として。そうですよね。でスポンサーですよね。そうですね。スポンサーで森戸さんはここから、はい、行ってるような感じなんですけど、え俺だけ言ってないのなんか。いや、だったら来ると思ってて。いや本当本当、いやいや、ま、待ってたんですよ、うん、上田君のこと連絡してよだからさここもさ実はすごい頻繁に3人がずっと密に連絡取ってるかと言ったら、まあ、そういうわけではないやんか、まあ、各々いろいろありますからね。そうそうそう、だからなんかそんな感じなんかなって、ダンスサミット。ああはい、審査員それで来ると思ったら、あ来おへんなって思っててずっと。まあいや、じゃあ思い出した、あの日、うん、ロケ入ってたんですよ、その新オカルト系の心理スポット回るロケ入ってて、で、いや、だから行けなかったじゃなくて、単純に忘れてたっていうか、あ行かん方がいい、いや、行かん方がいいっていうか、なんかもう、その、何日かとかも、その、あんまり把握してなかったんですよ。ああ、まあまあまあね、あ東京さんからの連絡とかもそんなにこう来なかったんですか。なんか終わってからみたいな感じでチラッと話しちゃったんですけど、うん、その後もう立て続けに何回か収録があったからちょっと話流れちゃって、うん、お話できなかったんで、うん、すっごかったよ、盛り上がってましたやっぱり。めっちゃそうだから、こんなうまいんやって、小学生こんなうまいのみたいな。すごいっすね。そう、このなんか結構いろんなダンスみんな踊ってて、それこそね、なんか僕はちょっとびっくりしたのは、小学生からハウスやってる子とか見て、ハウス足のこういうなんかおしゃれなダンスみたいな子もいたりとかして、あんまさこう小学生でハウスにぶつかるってあんまないイメージ。ロックとかさ、今やったら韓国系のダンスとか、ああいうの流行りやから、そういうの行くかなって思いがちやったのが、え、こんなになんかかっこいいの行くよみたいな、渋みたいな感じとかもいた、そういう子たちもいたし。え、で森田さんはスポンサーじゃないですか、はい、言ったら。で、はい、審査員でしょ。審査員です。何を基準に審査したの。いやもう本当になんか元気よく踊れてるとかパパやんそう、楽しそうだなとか、パパの目線やん。そういや本当にね、なんかね、みんな頑張ってるし、まあね、でそんな手抜くわけもないやんか。それは、まあ、多少はあるけどさ、まあ、言ってそこに目がけて練習してるわけですからね。でやっぱ年齢の差もあるしさ、そっか、難しいよ点数つけるの。すごいなって思いましたよね。年齢的にはその小学生から、だいたい小学生ぐらいから中学生、高校生いかないぐらいまでかな。中高まで行くとだいぶまあそれは違いますよね。もうすごい差が出てるけど、一応若干こう年代別で小学生ぐらいは別で、中学生はまた上みたいな、ちょっと分かれた部門はいたんですけど、小学生でもう1年生2年生の子がアニメーションとか、アニメーションってなんかね、コップとかって分かる、こうヒットポンってこう打つような感じの、ヒットポン、うん、まああんのよ、そういうのがこうなんかこう、じゃあ、ゆたくさん説明足りなすぎますさっき用語から言われたら分かりませんそっかそっか、はい、
なんだろうな、ハブツーサーブとかっていう。ハブツーサーブ。いや全然学習してませんやん。なんで用語から言ってくるの。じゃあ どういうのが。サクランムシャみたいなのが。もうえ？わからん。わからん。そういう人がおんのよね。なんかこう、なんだろうな、なんかこうこういうなんか。ああはいはいはい。ブレイクダンス的な。ああブレイクダンスはちょっと違う。違うんかい。違うんかい。ちょっと違う。わからんって。ちょっと違うのよ。じゃあ俺行かなくてよかったんですよ。ほんまにわからん。いやいや、それでもいいのよ。それでもよかって、なんかあのだなんか言っちゃえばもあの東京さんは、はい、ダンサーの人はダンサーの人でメイン審査員でいて、はいはい、僕らは違う目線で子供たちのことを見てほしい。ああなるほど。そう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 。だから分からんやつやったら分からんやつなりの目線が欲しい。そういうことそういうことそういうこと。そういうことなんや。だから別にその全く経験者じゃなくてもいいし、はいはい、僕みたいにちょっとかじってたりとか、うん、ちょっと知ってる人がいてもいいっていう。なるほど。ただそんなプロの人みたいにしてるは知らないし、はい、そうそう、ダンスもどん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 増えていってるから、うん、自分の見解で、はい、あくまで OK。だからすごい面白かった。あ、いいっすね。こんな自由でいいんですかみたいな、こっちも言わせてもらって、だいいんですいいんですって、そう自分のそうなんです、ね、けど言ってもやっぱそれでも点数はある程度やっぱあの似たような感じにはなるし、賞、はいはい、取った子たちはやっぱりあそれは取ったやろうなみたいなも多少は分かるような感じにはなる。あ、でもやっぱ納得の結果というか。納得はやっぱするかなと。そうなんですね。うん。けど、やっぱ言ってもさ1年生2年生とかものにさ5、6年生から中学生もいるから、はいはい、この先どんな上手くなんねんこの子らみたいな、すごいですよね。やっぱ高校生とかだったらもうプロやんみたいな。そう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 、そんな人もいるってことですよね。そう、めっちゃ上手かったで、笑うよ本当に。笑う。俺もこんなんやったもん。何それ。ふーってこうやってやったことないもん人生で。人生で初めてふーってこうやって。合ってます、そのダンス見る時の反応として。合ってます。もうやんねん、こうやってこうやって。よかった、なんかよかった、印象残ったりとか自分的にすごいいいなって思ったなんかムーブがあったりとかしたら、うん、なんかこうやってやったりして。おいでおいでっつって。おいでおいでだよ。こうやってちょちょちょこうやってんじゃないの。ちょこちょでって言ってない。ちょっと目の前でやってっていう。そういうことじゃない。ふーってこうやって手上げるの。え、それだから見てるお客さんもやるってことですか。見てるお客さんは全然やってなかった。なんで。俺だけこうやってやってた。合ってんのかなと思う。だからじゃあでもだからこんなん言っていいんか分かんないですけど、うん、だからロリコンのせいと思われてたんですよ。舞台上で一人で、ね、そうやな、こんな風貌のやつや。ちっちゃいこんな風貌のやつが。ちっちゃい子、ちょっとこっちこの服着てさ、こうやってふぅーって言ってたよ。そのランニングしてる人捕まえてきて。審査員席やってる一応。あ、でもそうか。でも確かになんかそういうのって元外国のなんかルーツありそうですよね。あ、なんか海外の反応みたいな YouTube 結構あるじゃないですか。その日本の、うん、その言ったらアドの、うん、アボ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 、アド、アボ、どっち？アボ、アボ、アド、アド、アドって何？あ、え、あの新時代、新時代とか歌ってる。あ、アドか、俺アボやと思ってたずっと。アド、アド、アドか。アド。ちょっと待って。あ、俺。アドか。いや、じゃ、豊さん。あ、俺ずっとアボやと思ってた。豊さん。30超えたおっさんがアドだのアボだのこんな長時間言うもんやないっす。アドか。アドのその歌唱力とかをもう単純に見て、うん、うーみたいなことやるんですけど、なんか外国の反応で、うん、なんか こんなんもあるんですよ。え、なんなん、こういうことじゃなくて。いや、だから日本やったら、いいよってこと。でも日本やったら多分そうじゃないですか。うん、なんかもうこのなんかスラングみたいな感じや、どっちだってなんか嫌な感じの。いや、でもね、多分ちょっと違うんですよ。その、どんどんやるねみたいな、うん、これ。いや、なんかこう、あ、なんていうんだろう、あっち、あっち、これ。先生、それ工藤静香。これじゃなくて、これ何？それどっちかというと郷ひろみです。これ。え、なんなの？どうなんか理由はわかんないですけど、でもなんかふーみたいなことやってるんですよ。へー。なんかもしかしたらあのそういうところからルーツがこれが発展して、うん、どんどん手が伸びていってふーってなってる可能性ある。こう、へー、こんな流行ってんねや。流行ってるっていうか、まあその地域性なのかちょっとわかんないですけど。で、俺今度さクイズ出そうと思ってて、ちょっとクイズ、結構さ、はい、俺みたいにさ今さ、はい、アドのことをさアボやと思ってたみたいなさ、え、アドのことをアボやと思ってた人ですか。俺アボやと思ってた。あ、そうなんや。リアルに俺アボやと思ってた。はず。
発俺の発達が悪くて、うん、アドのことやと思ってなかったわけじゃなくて俺はアボやと思ってた。え、なに、怖っ。あ、どうやなんや、怖っ。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 心霊見たみたいなリアクションやめてよ、なんか死を持ってきて。いや、だからさ、俺そんなん多いなって思ってさ、はい、なんかさ、けどそう間違って覚えてたりとかさ、最近のさ、はいはいはい、あるやん、そういうミュージシャンとかでもさ、うんうん、なんか、あ、これこう読むんやみたいな。あー、なるほど、うん、なんかそういうクイズを上田くんに今度持ってこようかなと。豊さんか、俺が上田くん読めるか。いや、読めますよ、多分。うっそやいや、別にアボや思ってないですもん。あ、まあまあまあ、ね、今日アドアボはちょっとあれやんか、いろんなそのブランドの名前とかもさ。あー、それはちょっとわからんな。結構思わへん、ブランドの名前さ、街中歩いててさ、はい、なんか、あの、うわ、これこう読むんやとか、なんか、ね、俺、RMK ってあるやんか、はい、RMK って、はい、女の子、はい、俺、ルミコって言ってもあれ。それはちょっとむちゃくちゃですよ。最近もルミコやとか、 SNS もそうやけど、シンクロナイズスイングとか。大悟さんですか。大悟さんじゃない。そうそう、分からんも多いやん、結構。今度クイズ持っていこうかなと思ってる、ね、まあ、次回ぐらい持っていこうか。その次回って、あの、2人の時間の時な。だから嫁みたいに言われてるなんで嫁みたいに。6歳の時間の時にそう、今度クイズ持ってくるから。あ、マジですか。そう、いや、全然上田くんは答えれるかっていう。いや、そんなんだって、そのメーカーっていうんですか、ブランド、うん、ブランドとか俺ピコとかしか分かんないですよ。マジでピコ見てすぐパンとかピコとかいや、めっちゃあるやん。なんでそれやったらさ、はい、結構多いやん。そうですね、ミュージシャンとか。あの、何やったっけ、あの、あれ、あ、雨じゃない、何やったっけ、あの、あれ歌ってる人、あれやん、あの曲、なんで動きからえ、何やったっけ、メルじゃないよ、何やったっけ、メルじゃない、うわ、やばい、その思い出すだけで時間過ぎたこれですし、うん、その今のところ俺に情報1個も入ってないまだ思い出したもうこれしか言ってない。これもクイズで持ってくるわ。いや、ちょっと情報なさすぎるそうそうそう、そんなことよりかも、はい、あのさあ、もうすぐね、20分近くなるんですけども、今回のトークテーマ毎回こうなんですよね。自己紹介は正直今日忘れてたりとか、全部すっ飛ばして、すっ飛ばして、だからなんかスコーン抜けたって言ったけど、はい、そう、自己紹介抜けてたなとか思いながら、まあ、まあ、別に別にね、大事なぐらいはね、いやけどそれとは別な話やからそっか。じゃあ、まあ、トークテーマなんですけども、まあ、5分ぐらいだけでも話せたらなというんですけど、はい、うちの嫁さんから今回トークテーマいただいてきております。嫁だりね、嫁だりからいただいてきております。私こういうアイドルが好きでした。ああ、アイドル、アイドルです。まあ、なんか今でもいいんですけど、うちの嫁さんのスノーマン大好きなんですよ。ああ、そう言ってましたね。企画もそっから持ってきてる。そっから持ってきてるんですよ。大体そっから持ってきてるんで、はいはい、と。で、今のアイドルって最初言われてんけど、うん、今アイドルはそんな知らんなってなって。まあね、で、じゃあ、まあ、なんか昔好きやったアイドルとか刺さってたアイドルっていうのは、まあ、何なのかっていうので、ちょっと話せたらなっていうふうに思います。まあ、面白い話じゃなくても、なんかアイドルについて話してきてみたいな。まあ、でも言ったら、僕ら世代で言ったらもう完全に朝やん、うん、朝やね、モーニング娘でしょ。モームスですよ。誰、モームスの誰やった。俺ナッチ。あー、メインか。まあ、めっちゃ人気やったやろ。メインかって何いいでしょ、初期メンバーでしょ。いいでしょ、自分最初の。誰好きだったの。まあ、そうです、そうです、そうやな。俺はあれやな、あの、市井さやかやな。あー、なんかいっぽいっすね。ぽいの俺、はい、市井さやかっぽい。井坂さんっぽい。ショートやから、髪の毛っていうか、そのチョイスも含めて。あ、そう、はい、市井さやか、うん、で、そっからあの石川理香、はいはいはい、変わってった。あ、まってなんか共通してちょっと可愛い系っていう。可愛い系、あ、そうやな、俺可愛い系が好きやった、ね、あれ持ってたもん、こうやってなんかカードみたいな買ったもん。あれですか、その小学校の前にたまに来てた屋台とか、あそこでは買ってない。ああいうとこでは買ってない。ちゃんとあのお店で買ったけど、ありましたよね。ああいうとこでは買ってない。おるな。ありましたね。なあ、お祭りとかでもあったようなような売ってたよな。これ僕ちょっとあの早速脱線して申し訳ないんですけど、うん、小学校の時に あったじゃないですか。あの校門の前とかに、うん、おっちゃんが屋台引いて、うん、なんか50円とかでくじ引きできて、うん、そのきなこの。あ、きなこ飴とか型抜きとか。けどうちはうちの近辺は駄菓子屋にあん、普通に駄菓子屋やったから。そっちか。
そんなにその、なんだろうな、屋台広げてみたいなのはあんまなかった。あ、マジっすか。あんまなかった。あ、俺全部あると思ってた。もうなかったっすか。ないっすね。泉さんも負けたの。いやいや、やめてください。血余りみたいな感じでください。泉さんも負けたから。でも片足のスリッパとか売ってそうやな。いや、まあ、いや片足のスリッパ。じゃあそのおっちゃんにあのベイブレードで買ったらくじ引き無料で1回できるっていう。なんなのそのルール。じゃなんかそのおっちゃんそこだけやろ。めっちゃ強かったんですよ、そのおっちゃんのベイブレード。ベイブレード、はい、ベイブレードやるのにはお金いんの。いらないです。あ、そうだよ、ね、それはサービスない。そう、だから多分、まあ、楽しい。もうめちゃめちゃ改造してたと思う。カチカチできんかった。なんでなんやろ、寄せたい。なんかわかんないですけど。人を集めたいだけだから、それかな。ごめんなさい、脱線しました。あ、いやいやいや。モームス。モームス、朝やんとかなんかさ、見たらさ、昔の企画すごいよな、ほんまに。何やりましたっけ。いや、やね、何千人な、やっぱ何万枚売れないと解散とか。あ、ありましたね。一番最初、そんな感じ。はい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 。だからさ、みんな本当にさ、泣きながら、確かに、うん、なんかリアルだった。確かに今のアイドルとかもなんかこうヒット祈願みたいな感じでいろんなことやったりとかしますけど、うん、なんかガチで解散させられる感ってないですもんね。そうやね。なんかその後もこう続いてったりとか、うん、なんかしらでこう繋がってったりするかなっていう印象だったけど、うん、もうガチやなこれみたいな。あれガチな感じでしたね。なんかめっちゃいかつかったな、見てて。いかつかった、確かに。ゾッとしたな、なんか。いや、めっちゃ面白かったわけね。いや、面白かったです、うん、あ、グラドルとかハマった。グラドル、グラビアアイドル。まあ、アイドル、俺はハマんなかったですね。マジで、はい、マジで撮ってないの。プレイボーイとか。俺ね、ないんですよ。もったいな、人生。僕はもう 100% で全部済ましてきた。レッチとかそんなのなんかオタクっぽい感じのところ全部済ました。俺兄ちゃんがいたからさ。あー、そっか。だからハマってた、はい、そのグラ、ハマってたって言ったらちょっとあれだけどさ、ハマってたまあまあ多少やけど、けど周りの子たちと正直ちょっとあんまり合わんかったかな、はい、それはなんかこう先行ってたみたいな感じですか。そうかな、なんか見てる年代の人たちがちょっと違うかったりとかはしたかもしれない。俺ちなみに俺優香とか釈由美子とか。だから多分割とおっぱい好きやな。いや、みんなそうだって。イエローキャブやん。あ、そっか、うん、イエロー、そっち系ですもんね。そうそう、大体はま、流行ってたのが、まあ、確かにグラビアって大体そうでしたもんね。うん、うん、だから森戸さんの世代の人らの見てた人たちとなんかこう見てたのが近いかも。こんな話していいんかね。大丈夫じゃないですか。ゆうか見てました。ゆうか、まあその辺ですよね。ゆうかからの、あの結構やっぱそっから根本晴美とか行って、あで、あとちょっとこう言ったら、あの井上和歌とかに、はい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 、井上和歌は多分本当に僕らぐらいかなみたいな。そうですね、星野亜紀さん、星野亜紀とかね、そうすごかったよな。すごかったですね、確かに、うん、でもグラディアアイドル追っかけてみたいなのはなかったですね。まあ追っかけてはない、別になんかそう、そんななんかこう写真集買い漁ったりみたいな。いやいや、俺買い漁ってるみたいな。俺全然や、兄ちゃんがこう持ってたから、そうそれをちょっと見させてもらって拝借して、あ、すごいな。で俺一人目やったんですよ、その家のこの子供の長男やから。あ、上おらんくて、 あんまりそういうの見てこんかったっていうのもあって、ね、けどね、あれよ、大体俺弟やから、はい、兄ちゃんのを見たりとかするから、弟絶対 100% 見てんの。あー、そっか。部屋に置いてたりとかしたやろ。部屋に置いてましたし、うん、このシーンの夢見たいと思ってそこのページ開いて枕置いてその上で寝てました。バレバレやん。いや結構ほんまにあれやろ。兄ちゃんとかいない時とかに、あの兄ちゃんの部屋とかに入ったりとか、あのしてなんか置いてるとことかに見てたりとか全然する。でもね、うん、俺間に妹2人いるんですよ。え、俺妹弟なんです。4人兄弟 で弟が俺の10個下11個下とかあるんですよ。ほー、弟が生まれた時ぐらいに僕小学生とかなんで。ほー、すごいな。でなんか自分の部屋みたいなもこう高校とかになるまでなかったから、うん、あんまり物置かなかったんですよ、そういうの。ああ、本棚みたいな自分の、まあ、もう丸見えやもんな、そんな置いたら、はい、ポケモンの攻略本とかしか置いてない。
あのパッケージだけ変えて投資変えてこうやってさ、あでもそれこそさっき言ってたその収録前に言ってた2人エッチだけです2人エッチだけ変えて俺昔見たエロ本でこれ何なんか昔のエロ本って設定意味わからないやつ多くなかったさ。どんなどんな俺あの親戚の兄ちゃんがいて、三重県に住んでる兄ちゃん、それ、まあ、何回かしかおったことないんですけど、その兄ちゃんの家行って、そのヤングジャンプかなんかかなに、うん、あのボインっていう漫画があって、ボインボインっていう漫画がその世に巨乳はいっぱいいるけれども、うん、本当のボインは選ばれし者だけだっていう話で、あ知ってる俺それ。でそのボインは神聖なものすぎて、あの横島な心を持って触ると大爆発する。それこれなぁ、俺子供とかも見てるいやでもこれあの漫画もちょっとおもろいやんってなって、おもろいけどさ、でそのどう知ってんなそれ、俺しか知らんと思って、そいかに浴場せずにそのボインを触るかっていう漫画なんです。めっちゃ懐かしい、めっちゃおもろい。もうこれ切ってもらっていいですけど、あのなんかアマさん、うん、そのあのアマさんがこうあのなんていうんですか、逃げてきた女の人とかをかくまうアマさんがボインなんですよ。その選ばれしボインで、でそこに主人公である男の子が行った時に、あのボインと対決するんですよボインと対決するんですけど、その対決方法が、ボインがそのなんていうんですか、アマさんってこうなんか被ってるじゃないですか、あれだけになって下はもう全部何にも着てない状態で、自分の体に耳なし王子みたいなお経を書くんですよ。でそれを浴場せずに触るみたいな勝負が始まるんですけど、必殺技みたいなのが毎回毎回こう違うやつ出されてて、その時主人公が出した必殺技が、あの何チンチンでそのボインを木魚みたいに叩くっていう、チンポクっていうその技を出してたんですよそれなんかね、何これと思って、そのエロくもないし、そのただただおもろいやんっていうの、これなんでそんな顔して聞いてるんですか一人で何つらつら喋ってんねんないやいや、おもろいでしょ。いやこれはもう丸々使わせてもらいます。俺全然いいですよ。俺使う分には全然大丈夫です。つらつら。めっちゃおもろかった。いやすっげえつらつら喋ってんなと思った。いやそのほんまにエロい気持ちにならないんですよあれ。あまあまあ。だからほんまにおもろいからちょっと呼んでほしい。ボイン。ボイン。うん、ボインめっちゃ今の話がおもろかったけど、だけど俺の中のアイドルはボインです。マジかよ。ボイン終わりなんで今日。ボイン終わり。いやまあでも、まあ、他っつったら何やろ、俺今 VTuber とかよく見てますよ。VTuber ってなんかこうアニメのキャラクターの側でそのカメラでなんか自分映してそれに連動してこうアニメキャラが動くみたいなやつが今 YouTube とかによくあって。俺全然 VTuber 知らんくてさ、うん、どんな感じなんあれ。どんな感じ、うん、なんかもう全く知らん俺も、見たこともないレベル。ああいやまあなんか普通にそのゲーム実況だったりとか、うん、こう手元だけ映すこう料理企画とかなんかいろいろやってたりとかするんですけど、まあたまにこうライブでその、うん、なんていうかそのホールみたいなところを背景に踊って歌ってみたいなのとかもあったりとかするんですけど、うん、なんかねそのある意味ちょっと昔に戻ってんのかなっていう感覚があって、はい、その VTuber ってやっぱ生身じゃないからね、やっぱ生身のアイドルってこうどんどんダンススキルとか上がってきたり、うん、歌唱力が上がってきたりとか、うまくなってったりとか評価されるものがどんどんこう、うん、ハードルが上がってきてるじゃないですか、うん、でなんかそのあえて VTuber っていうその映像としては直接表現ができひんから、あの何ですか、枷というかそのできないことみたいなのがいろいろ普通にある中でどれだけできるかっていうその見せ方になってるから、うーんある意味なんかこう昔のアイドルの感じ、それこそモーニング娘。と か, なんかもう群雄割拠やった時代にちょっと近いんかなっていうイメージはハマる結構やっぱ見てたら、あまあ人によるんですけど、うん、豊さんは多分ハマんない。ハマるんやん俺。なんでなん俺は。いやそのあでもおっぱい大きい人いっぱいいるからな。あハマるなおっぱい好きみたいなやついやまあまあでも、うん、結局なんか話が面白くないと誰も人気出なかったりとか、ね、あ顕著に出るんで。なるほどね。あちなみになんですけどもちょっと、はい、まあ時間も時間なんでっていうところもあるんですけども、はい、こちらのちょっと思いつきなんですけども、思いつきあの公開収録にさせてもらえたらなと思うんで、あのもし何か興味がある人がいたら何、うん、かこう見に来てもらえてもいいかなっていうのがちょっと
ポロッと思ったっていう感じで今後あの今後、ね、もしもしなんかあの僕らが喋ってるのを生で見たいなって思った人は、だいたいあの水曜の3週目ぐらいにここでやってるんで、あの見に来てもらえたらなと。ここ誰でも入れんの？OK ですか？やった。これ誰でも入れんすか？もう家でちょっと思いついて、これ公開収録にした方が面白くないかなっていう。あ、じゃあいつでも来れますよ、いつでも来れますよっていうような感じに。じゃあ次回の収録日は何日ですみたいな告知出すってことですか？告知出してもいいかなと思っております。あ、別に僕と森戸さんいいですけど。 OK OK。 なんでこんな、いいですか？なんでこんなオンの時に言うの？初耳やけど。そうです、初耳です。思いつきですもん。全然いいと思います。いいですか、そんな感じで。でも悲しくなりますよ、来なかったら。いやけど基本さ、だってさ、はい、なんかゼロになったらやってるから。まあ確かに、うん、だからなんか興味ある人とか、なんか見たいなとかで、撮ってるのは朝なんで、はい、それが、飲むこともできるっていう。あ、そうなんや。なっております。公開収録になっております。はい、分かりました。というふうにしてみましょう。まあ、次回からってことですね。はい、面白い。まあ、こんなとこですかね。はい、進めます。すいません、ボインの話しちゃった。いや、ちょっと俺思い出したら、もうそんな記憶からなかったもん。そあったでしょ。あったあった。で、これからしか結局一番おもろい。おもろい。ありましたね。はい、ということで、はい、まあ、番組の説明や自己紹介なんかもすっぽり抜けて。た, まあ、たまにはいいんじゃないですか。チャンネル登録お願いしますかも、ね、別にどっちでもみたいとか、ね、なんか、まあ、分かってるし今、はい、楽しんで見ていただけたら、まあ、嬉しいなという形で、はい、まあ、今回は2人でこの2人の濃密な時間を過ごさせていただきました。はい、次回からは、はい、素敵なゲストさんがお越しいただきますので、そちらお楽しみにということで、以上、おねだりメタのオンヤマークでした。ありがとうございました。